この超楽しみ技とさっきのアームドライブコンビネーションやったらすごいよね。すごいよね。なんかパンチとかが切った時にドライブして一発があるね。一発この人がなんかプッシュしてくるとか何でもあのこの締めの技は強いけど実はあの自分のやり方は正しいんだから安全安全ね。あ寝ちゃった。ちょっとどうぞゆっくりパンチするよりこっちの方があの被害残っている被害がない。だから OK じゃあもう一回何か切った時に落ち着いて落ち着いてもっと強くよしよIf it's a big person, like this again, it's really, it's very hard to arm wrestle. So they can, yes. Right? Yeah. So, should I just bring you straight down to the ground? Okay. So, 大きい人に対してどうする場合? Two options, 二つの選択肢があります。まあ、池田さんが一番大きいだからお願いします。ちょっと借りていいですか? 大変なのに。Okay. 一番大きい人ね。この彼が本当に自分より大きくて体重があれば、こうってすると多分あまり動かないね、強くなる。だからこういう2つの選択肢があります。これを持ってアームドライブ、そして下。三角。1、2、3。ほっ!すると、作る。1つ目。2つ目は、相手を動かすんじゃなくて自分のこと。そう、これがあのあれみたいな大きい紐を持って今の私のステップしか飛んでた。こうこれを引っ張ってる。シュッ OK、 その2つ下三角を考えて下それか